さあ行こう、さあ行こう、私たちの未来をもっと輝かせて行こう、ここからがスタート始まるよ。皆さんこんにちは、野球の道の時間でございます。私はこの CM からですね、北千住駅前 CM からお届けしております竹村雄二と申します。50分間どうぞよろしくお願いいたします。今日のメンバーはですね、私とですね、古市斗真さんです。はい、よろしくお願いします。はい、この2人でですね、お届けしていくんですが、はい、なんとですね、今クライマックスシリーズ、パ・リーグのクライマックスシリーズ熱いと、はい、ロッテが1勝、それからソフトバンクも1勝と、はい、1勝1敗 で今はね、8回というところで2アウト1塁という場面ですかね。そうですね、はい、はい、その映像をね、ちょっと見ながらですね、副音声的に今日はお届けしていこうかなと思います。はい、時間の許す限りですが、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さてですね、はい、どうです古市さん、今日はこうやって画面見ながらやったしやってるわけですけど、はい、昨日土曜日の試合もすごかったし、はい、日曜日もまあまあ、そうですね、うん、で初戦の感じでいったら、まあ、ロッテが勢いのまんまいくかなと思ったんですけど、でやっぱ昨日はやっぱりがっちりソフトバンクが勝って、そうあのどういう面の、ソフトバンクはさ、やっぱり経験値が違いすぎるよね。まあそうですね、うん、まあ、CS は常連ですからね。そう、はい、でなおかつ日本シリーズも何回も出てると、うん、もちろん、まあ、今年去年あたりはちょっとね、成績的になかなか振るわなかった部分もありますけど、まあ、単純に個々の選手だけ見たらやっぱり力はね、やっぱりパ・リーグの中でもトップクラスというか、そう、うん、でそれはね本当に感じてて、でおっと抑えましたね、三振ですか。はい、松本投手はもう密かにガッツポーズしてそうですね。いやー、まあね、緊張感ある場面ですからね。そうね、これあのカイキャノンのカイ選手も、はい、今ガッツポーズしてるシーンが映像に映し出されてました ね。まあ本当ゼロ更新で来てるんでね、もう1点でもやっちゃいけない緊張感、うん、まあ本当にこれから9回っていう場面なので、まあね、レギュラーシーズンとはまた違うプレッシャーが大きいと思いますし、まあ、両方ともね、今日落とせないっていうところもあるんで、そうですね、うん、でこれ1日終わって1日か2日空いたら、はい、次オリックスとのセカンドシリーズが待ってるという形になりますね、はい、そうですね。いやー、これまあある意味オリックスのへの挑戦権を巡って戦ってるわけですけど、うん、はい、両チームとも熱いですわね。まあでもこれ上がってね、オリックスってなると、うん、投手陣もう先発も中継ぎも抑えも盤石ですからね、うん、誰が出てきてもやっぱりロースコア、相手はロースコアで勝負していかなきゃいけないような状況になるかなと思うので、ね、これで、まあ、ロッテは勢いをね、ここで取り戻して、うん、行ってほしいなっていうのは私は思います。まあちょっと私の場合は千葉に住んでるっていうこともあって、もう一回私はあるんだけどね。そうですね、うん、ロッテビーキなところがねあります。でもまあもちろんソフトバンクだけだってね、あのいい選手たくさんいて、はい、さっき出てた又吉投手とかね、そうですね、うん、藤井投手とかね、いい投手たくさんいるわけでございます、うん、いい選手たくさんいるわけでして、うん、本当に打線も穴がないような。ね、ソフトバンクは本当、まあ、走れる選手も多いですし、うん、やっぱ一発打てる選手も多いんで、この9回ね、増田投手出てきましたけど、うん、本当一球一球注意しながら投げなきゃいけない状況ですよね、うんうん、もう本当に単なる0-0じゃなくて、うん、リーグ戦の0-0とは0-0とは違う本当にシーンですよね。そうですね、もう負けたらシーズン終わりですからね。そう、うん、でここで近藤健介と、はい、嫌なバッターから始まりますね。そうだね、本当に近藤中村、うん、うん、いや嫌な打順ですね、巡り的には本当そうだね。なんかさ、うん、近藤健介って、まあ、西ハム時代から本当に打撃が良くてさ、うん、でキャッチャーとかもやっててさ、ね、うん、本当に長打も打てればやっぱり出塁もできるし、うん、まあ足っていうところでそんなに心配はないですけど、
やっぱりね、打つことに関しては本当に球界トップクラスの選手なんで、多分4割バッター次誰出るって言ったら真っ先に上がるとしたら僕は近藤健介かなと思うんだけど、そうですね、やっぱりバッティング、まあ、どこのコースも、まあ、穴がない印象ですからね、うん、4割近い打率を出すっていうのも、まあ、彼なら不可能じゃないような感じは、ね、しますよね。どの球投げてもヒットにしそうな感じがするよね、うん、でなおかつなんだろう、イチローとか違って、はい、長距離、まあ、イチローも長距離かなり打ってるんだけど、はい、もっと打ちそうだよね。そうですね、うん、まあ、本当に打順的にも今シーズン終盤になって4番座ってたりしますけど、まあ、本当に、まあ、打線として起点にもなれるし、うん、まあ、チャンスでこうやって得点圏にも強い、まあ、ホームラン打って打点も稼げるっていうところやっぱりすごく魅力ですよね。そうよね、うん、やっぱり2チャームからしたらやっぱこの選手が出たのすごく痛いですよね、うん、私はあの2チャーム時代の彼を見たこと、はい、まあ、2軍の鎌ヶ谷で、はいはいはい、であと西川とかいた時、はい、今楽天からこの前ちょっと戦力外になってしまいました。そうですね、うん、まあ、彼もどこ行ってプレーするのか気になるところであるんですけど ねまだ若いですからね、うん、そういった逸材がね、まあ、出てきてて、またまあ別のチームであるけどね、こうやって活躍してるの、うん、私はすごくお見てるやつがいるっていうのがね、嬉しいんですよね。そうですね、うん、やっぱりまあ、プロ野球に限らず、まあ、社会人とかもそうですけど、やっぱり見てる選手が活躍してくれるっていうのはやっぱ一番そう見てる側はすごく楽しいと思いますし、うんうん、でソフトバンクすごいなと思うのはこういった選手だけじゃなくて、はい、育成からどん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 這い上がってくる選手が何人も何人も毎年出てくるんだよね。そうですね、やっぱり本当スカウト陣のやっぱり目がいいんでしょうね、うん、本当に、まあ、もちろん育成環境みたいなところもすごくいいんでしょうけど、うん、やっぱりそういう選手がゴロゴロ出てくるっていうのはやっぱり本当に見る目があるというか、そうで実際今年に至っては3軍どころか4軍まで作ったという、うん、でなおかつ試合経験積ませるために独立リーグのチームとかとか、はい、などと対戦したりとかしてると、うん、これもすごいよなと思って。そうですね、うん、まあ資金力ももちろんですけどね、うん、やっぱりそういう環境を整えてあげられるっていうのはやっぱ素晴らしいことだと思いますし、やっぱり這い上がる1軍でプレーするっていうのを目標に、まあ、もちろんそのプロ野球 NPB に入るっていう、そう、まあ、枠が広がるっていうところでもすごくいい試みというか、うん、夢がありますよね。あ、すいません、ありがとうございます。パリーグシーズンクライマックスシリーズファーストステージ第3戦副音声中継こういうのも入るんですねこういう字幕が入りました、ありがとうございます。さてですね、まあ、今近藤健介選手がまた粘ってると、はい、まあ、でこれどん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 球を絞っていくんだろうな、はい、ことだと思うんですけど、本当に一球が命取りになりますからね、うん、こういうバッターやっぱり先頭は出したくないですし、また後ろに控えてるバッターもね、何でもできる中村選手なので、そう、うん、ここは何としても先頭を切りたいところですよね、うん、ロッテからしたら、そう、ロッテからしたら先頭を切りたいと、うん、でソフトバンクからしたら塁に出たいところ、うん、でこれね、多分なんとなく今ちょっと顔の表情が映ったんだけど、あー三振よね、うん、うん、いやちょっと顔に余裕があったからもしかしたらと思ったら、ここは増田投手が勝ちましたね、はい、いや、なんか普段だったらこういうボールあんまり手出しそうにないですけど、うん、やっぱりプレッシャーかかってるとボールの見え方も変わってきますかね、うん、やっぱりそういうプレッシャーの時って、うん、まあクリスさんも多分高校野球とか独立リーグ、まあ、クラブ選手権クラブ、はい、そういう時とかに重要な試合ってあるじゃないですか、はい、まあ、高校野球だったら甲子園の予選、はいはいはい、まあ、甲子園、うん、高校野球の、まあ、大会があるわけですよ、うん、そういう時ってやっぱり視野が狭くなる、どう？そうですね、やっぱり試合始まってしまえばっていうところありますけど、うん、試合始まる前はやっぱり適度な緊張感はあったりしますし、でも野球って高校の時はそんなに、一番最初本当に入学して、うん、一番最初に3年生と一緒に試合に出た時が最大の緊張だったかな、マックス、はい、プレッシャーかかる場面とかじゃなくて、まあミスして怒られるみたいなところのプレッシャーはあったので、またゲームの緊張感というか、こういう、まあ、公式戦の緊張感とは違う緊張感が
やっぱり今でも覚えてますね。あれが一番マックスかな。多分緊張感、それはよく初登板の投手がなるような感じの緊張感、はい、あですかね。まあ、どっちかというと本当になんかプレーの勝つ負けるじゃなくて監督に怒られるか怒られないかみたいなところのプレッシャーなので、また全然おこれはあでも打つ、ね、うん、大丈夫です、うん、はい、よかった、はい、本音が漏れちゃう、角度的にね、そうちょっとおって思いましたけど、そう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 、この打ち方といいね、ちょっと先だったかな、うーん、ライトフライですか、うん、やっぱり外野手の守備範囲が広いっていうのは大きい、いいね、そうですね、うん、うん、で今取ったのが荻野選手じゃないですか、はい、このシリーズ男みたいなとこがありません？そうですね、うん、まあ本当にまあ、シリーズもそうですけど、ね、怪我がなければもっと記録を残してそうな選手だと思うので、うん、なかなかシーズン1年通して活躍できるのがないのがロッテからしたら誤算かなっていうところはありますよね。もうまあそうだよ、まあそうだけど、うん、打てて走れて守れて、まあ守れてね、うん、すごいいい選手なんですけどね、年間を通じてっていうところを見てしまうとっていうところだよね、うんうん、そこの計算が立たないっていうところがロッテとしてはちょっと苦しいところかなと思うんですけど、うん、でもまあこのシリーズではね、第一戦のね、はい、先頭打者ホームランといい、まあ、いいバッターですね、本当ね、普通にやってたら2000本とか打っててもおかしくないんじゃないかなって気しますけどね、うんうん、ここで切れるかどうかですね。そう。では。でも多分これ守備で散ってる選手たちも緊張してるよね。しますね。嫌ですよ、やっぱり 0-0 で、うん。これで自分のエラーで負けたらって考えちゃう。うん、考えることもありますね。これはまあ、ね、センターフライね。三者凡退と。さっき4番で終わった、次5番から。うん。だね。ポランコで終わってましたもんね。うん。ね、うん、なんか一仕事済んだって顔してんな。そうですね。でもこれこのまま 0-0 で延長突入した場合って、はい、このまま行くよね。いや変えるかな。1イニングじゃないですか。1イニング限定かな。まだ今日沢村とか投げてないですよね。沢村はまだ投げてないですよね。だから沢村が行くかどうかってとこじゃないですかね。うん、あ、そっか、沢村がなんか残ってるか。うん、それならそっち彼らの経験も豊富だし。そうですね。まあ、うん、先頭バッター出す可能性は大いにありますけどね。うん、まあまあでも彼の経験があったからかこそ今回の2位っていうのはあるのかなっていうのは。いやどうですかね。途中シーズンやっぱ結構落ちたりしてますし。そうか。でやっぱまあ。メジャー行く前もそうですけど、やっぱ沢村で落としてる試合とかっていうのもやっぱりあったりするので、うん、あったね。まあ出す側としても不安っちゃ不安だと思うんですよね、うん、出してみないと分かんない。うん、パッて2人ランナーで出ちゃって、うん、でもこういうケース先に1点とかってなると、まあ、送られて 2,3 塁で、そう下手したらまあ満塁策で、うん、とかっていうこともね予想できなくはないですし、まあ、いかに先頭を切れるかってことだと思うんですよね。特に沢村に関しては。そうね。でこっちもソフトバンクもピッチャーを変えてまいりましたと、うん、松本から誰だ、あれじゃないですか、あのロッテから行った違うかな、ベルドモじゃ誰だ。で次が岡か、岡もね寄ってきてよかったかと思いますね。うん、オスナか。そうですね。そう。去年までロッテでしたからね。そうね。まあいろんな経験してる投手だから、こういうところでも仕事はきっちりできるだろうけど。そうですね。うん。うん、まあ、やっぱソフトバンクが取るぐらいなんで。そうね。やっぱりそういうところでソフトバンクって全部に抜け目がないね。うん、そうですね、うん、そういう印象ありますよね。だって例えばルーキーだけ全部、例えばさっきの4軍制に至っては、はい、いろんな選手を取ってくると、うん、もちろんそういうのもすごく重要なんだけど、うん、それ以外にも
FA で例えば近藤健介のような選手を取ったりとか、はい、まあ、トレードで選手を取ったりとか、うん、こういう形でオスナみたいな選手を外国人選手を、はい、まあ、じゃあロッテから次うちから打ち取りましょうみたいな形で、はい、まあ、日本でそこそこ活躍してる選手をさ、うん、ちゃんと見極めて取ってるわけじゃないですか、うん、あら、あら、ちょっとすい動画が再生できません。まあ、そんな形でね、あのいろいろやってるございますでけど、はい、ちょっとあの私たちの方の動画システムがほいって形で止まってしまったので、まあ、多分それは復旧するとして、はい、まあ、やっぱりソフトバンクって、まあ、そういう形でさ、うん、全部に対しての目が向いてるチームだな。総合力やっぱ高いですよね、うん、そう、うん、まあ、こう最近はやっぱりその選手、まあ、若手から活躍してきた選手が、まあ、少しやっぱ年齢重ねてきて、そう、なかなか思うように結果が出せないみたいなところもあったりはしますけど、うん、まあそれでもまだ、まあ、変な話、まあ、成績から見て中日ヤクルトみたいなところと比べればやっぱり戦力整っていく感は2はありますし、まあ、怪我で1人抜けても、まあ、それ相応の力を持っている選手がまた上がってくるんで、うん、まあ、バランスはいいのかなと思いますよね。本当にね、うん、あ、怪我、例えば誰々選手が怪我しましたって言っても、はい、そこで終わるわけ、終わらないもんね、うん、代わりの選手がしっかり活躍して、うん、また定着してくるんで、そう、そういう部分ではあの、まあ、1軍も2軍も安定感ある選手が多いなと思いますよね、うん、だからそういうところはやっぱりさすがだなと思って、うん、で、まあ、それがまあ結果として3位になれたんだろうなと思うんですね、うん、多分これが例えば、まあ、通常のチームって言い方が正しいのかわからないけど、うん、そういう、まあ、チームだったら多分これ B クラスに落ちても致し方がなかったのかな。そうですね、例えば主力選手が何人も怪我しました。巨人なんかがやっぱり典型的な例かなと思うんですけど、うんうん、巨人は本当に、まあ、いろんな選手取ってくるけどなかなかやっぱそこがうまく機能してなかったりしますし、まあ、ドラフトの戦略としてもやっぱり1位上位で指名した選手が活躍しきれないで終わるケースが、まあ、ここ最近多いのかなっていうふうに思うので、やっぱそういった部分で、まあ、特にパリーグなんかはねピッチャー陣すごく良かったりするんで、まあ、どこを今年ドラフトで強化していくのかっていうところも一個重要だと思いますし、やっぱりセリーグ、まあ、世間一般から見てやっぱりジャイアンツが強くないと面白くないっていうところはあると思うので、まあ、そこにいかに打倒巨人でこうやって戦っていくかっていうところが、まあ、昔から日本の、うん、典型的な、ね、話かもしれない、はい、まあ、メジャーリーグで言えばやっぱヤンキースが強いのが当選とかっていうところがあると思うので、まあ、今年どういう選手を取って来年どんな選手が活躍するのかっていうところは期待したいところであるんですけどね。でそういうところでね、はい、少しずつでもね、うん、出てまたねあのセ・リーグの方でも、うん、でどんどん出てくればね、はい、またか違った動きが出てくるんだなと思うんですね。そうですね、うん、まあ、巨人もなんか新体制首脳陣発表されてましたけど、まあどうなるか、そうだね、感じですね、うん、まあ、今後例えば、まあ、もちろんドラフトでの補強、はい、FA での補強その他諸々の補強があるわけで、うん、そういうところでね抜け目なくできてくれば違うだろうなと思うんですよね、うん、そうですね、まあ、あとは巨人はやっぱり外国人取るのが下手だなって思いますね。で、まあ、そこはね、うん、いろんな売り込みとかもあるだろうから、はい、あとルート、はい、例えば中南米の選手、うん、いろんな国の選手含めて、うん、このルートとかでいろいろそういうところでねもっと見極めていけば違うんだろうなって気配はしました、うん、お、ね、ということで画面が戻りました、はい、ということでどうなってるんだ、お、粘ってんのかな、ワンアウトか、でも岡からでしょ、ね、岡、そうそう、ね、ワンアウト、ね、ワンアウトが入ってるね。でピッチャーオスナでバッターが安田という場面でございますね、うん、で次が茶谷か、さあワンボールツーストライクボールというところで2ボール2ストライクか、はい、これは回もいろいろ考えてるね、これ。まあやっぱりランナー一人も出せないですからね、もう裏なんで、うん、長打も警戒しなきゃいけないし、はい、今口元が動いたけどさあ来いって言ってるのかな、落ちる、お、これは、おー、落ちた、落ちたな、あ、大丈夫か、今セカンドの選手が転んじゃったか、あた顔からいったよね思いっきり。まあでも多分大丈夫じゃないですかね、これは。
あ、目切った。いや、多分おでこの部分擦ったような印象が、うん、あ、また折れてたのか。折れて、で、ストンと転んで、あ、顔面打ったか。そんなに強く打った感じか。ということで今担架が出てて、みんなが心配そうに。ただ、運ぶね。交代か、じゃあ。うん。オスナからしたら抑え、ここは抑えたのにと思ってんのか、それとも、まあでも、うん、俺バット折れてましたけど振り切ってる分、まあ、普通にライト前に落ちるかなと思ったんですけど、よくね、三森選手が下がりましたけどね、うん、そうね、うん、ナイスガッツってかな、ファイ、ナイスファイってかな、うん、ここに誰が入るか。川瀬選手はもうサードで出てましたからね、うん、そうね。これ運ぶ方もう大変だよね。うん、そんな激しく打ったようにも見えなかったんですけどね、うん、眉間のあたりこう刺してたから、うん、おでこのあたりに打って擦っただけかなと思ったんですけど、うん、ただここ人工芝の下がコンクリートなんで、で確か、まあでも結構クッションありますからね。で、うん、例えばあれがもうダイレクトでこうやって顔からバーンって落ちたっていうんだったら分かりますけど、うんうん、まあ、ある程度ひっくり返った状態で顔を打ってたので、そんなにひどくはないんじゃないかなとは思うんですけど。そうね、まあやっぱりそういう球場の環境、やっぱりプロが一軍が使う球場であれば整えてるはず、うん、まあ断定はできないにしても、まあこの人工芝の下がすぐコンクリートってことはないと思うので、うん、なんかまあワンクッション入ってんだろうという。もちろんもちろん。でそういうところって結構自分ら、まあ、天然芝の球場とかだったら、はい、まあ、入ったことは自分の場合はあるけど、はい、まあ、いろんなイベントごととかで球場の中で写真撮らせてもらって、そのそれとは人工芝の感覚でやっぱり違う。そうですね、うん、やっぱ天然芝と人工芝と感覚変わりますね。で人工芝も結構その芝の種類とか、あとは人工芝 の, その下の、まあ、素材、うん、まあ、ラバーなのか何なのか、まあ、詳しくちょっと分かんないですけど、でも結構やっぱり跳ねるグラウンド跳ねないグラウンドだったりするん でそこら辺が、あ、野村が入ってくるのか。で多分サードの選手が川瀬がセカンドに回る感じですかね。そんな感じはしないかな、うん、まあそうだね、うん、天然芝の方がやっぱふかふかだったりするんで、うん、まあ、この芝の長さにも結構よるんで何とも言えない部分はありますけどね、うん、さあワンアウトから送るか、うん、送ってきたね、うん、1球できちんと決められた。これはちょっと風向きがロッテの方に向いてきたかな。まあでもピッチャーオスナですから ね、ただ次バッターが誰かによりますかね。8番でこれ田村とかですかね、うん、で今日出てたのはキャッチャー、あ、佐藤ですね。佐藤俊也だよ。前の打席が昨日か、うん、田村が出てたのは、あ、そう、9番、そうですね、中村ですもんね、うん、キャッチャーだけに投球心理は読んでだろうね。まあそうですね、やっぱ配球は読んでくるでしょう。まあ基本はやっぱりまっすぐでくると思うんですけど、うん、まあ力で押し切るのか、まあ、見せてかわしていくのかってとこですよね、うん、
第1戦の時にさ、あの中東っていう選手がいるじゃないですか、ソフトバンク、はい、で1番バッターで、はい、でバントヒット狙おうと思って初球、佐々木朗希の初球かなんかバントヒットしようと思ったら、はいはいはい、ピッチャービンの、そうあれも160キロぐらい投げてたよね。161って言ってましたよね。そう、はい、あれ見たら160キロバントヒット狙うんだと思って、相当転がしどころが良くないと、うん、ある意味ギャンブルだなと思って、うん、いやまあまあそういうところを見てしまうと、そういうところでさ160キロバントして、でも多分今後同じように160キロ台の投手が出てきたらみんな同じようなことは考えるんだろうなと思って、まあ、特にやっぱ足ある選手なんで、うん、まあね、先頭なんとかして出ようっていうところはあると思いますし、で見極めようっていう考えがなかったのかなと最初思った。うん、でもやっぱり、うん、セーフティーで勝負するんであればやっぱ初球かなっていうのがあるので、うん、まあ、ただ多分一塁方向にちょっとドラッグ気味に転がそうと思ったんじゃないですかね。多分三塁方向とか狙っていればピッチャーフライにあの形だとならないかなとは思うんですけど。なるほどな、うん、さてこちらボファールで粘ってってか、うん、あのコースはファールにしかならないですからね、うん、さあここで1本出せるかどうかですね。そうだね、うん、ここで1本出るとねもう一打逆転っていうか、まあさよならと、そうですね、いう場面でございますね。さあ、うわー、抑えた抑えた、三振、延長戦に突入ということでございます。そうですね、もうさすがオスナとしか言いようがないというか、うん、まあ、あのまっすぐからこうやって抜かれたら、うん、まあ、バッター的にはねもう打ち気になっているところなので、まあ、うまくかわされたなって感じじゃないですかね。そうね、うん、もう吉井監督もちょっと苦笑いしてる感じだったね、うん、まあ、しゃあないかみたいな。そうですね、まあ、吉井監督こんな雰囲気でベンチにいると思ってなかったですね、うん、全然想像できなかったです。どんな感じだと思った？いや結構まあ、見た目の印象もそうですけど、うん、ちょっと固めな監督像があったので、うん、結構その、まあ、安田が初戦バント失敗からタイムリー打った際にも、ね、謝ってるシーンありましたけど、うん、なんかああいう感じのフランクな印象はあんまりなかったので、でも年間通して吉井監督の印象はちょっと自分の中にはなかった姿が見れた感じでしたね。吉井監督のブログって読んだことあります？ナイスナイスナイス。あれなかなか面白いですよ、ブログ。うん、ブログ、アメブロでやってる吉井監督の、確かアメブロだったと思うんだけど、吉井監督のブログって読んでたことがあったんですけど、はい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 、でそれ読むとなかなか、あ、この人って頭がいいだけじゃないなっていうのは感じてはいましたよ。うーん、メジャーも経験してた、うん、引退してから大学院かどっか行ったんですか？そうそうそう、大学院も行って、そうですね、筑波大ですか、筑波大の確か大学院だったっつってね。前出てくれたあの石田さんとかが、石田さんってあの女子野球チームの監督やってる方とか確か知ってたんじゃないかな、はい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 、ちょっとそこのところ詳しくは忘れてしまったんだけど、はい、ごめんなさい、あの知らなかったとかいう話だったらごめんなさいな話なんだけど、でも実際、まあ、吉井さんがあのそういう筑波大学院行って勉強したいっていうのは知ってたから、で、まあ、そういう形でねまた勉強して、でその後コーチに戻ってみたいな形でしょ。そうですね、すごいよなと。うーん、実際 あそこまで活躍すると、はい、その実績だけの貯金で食べていけるじゃないですか、極論から言っちゃえば。そうですね、はい、メジャーリーグの解説経験もしてるし、うん、プロ野球の先発、セリーグパーリーグ両方やってるわけじゃない。パーリーグでは近鉄バファローズやってて、はいはいはい、セリーグで例えば東京ヤクルトスワローズでも投げてるわけじゃないですか、はい、でそれ考えるとそれだけの実績だけで、うん、十分食べていける、うん、ものも話せるし。そうですね、でそこにまあさらにアップデートを加えるっていうのがすごいなと。まあ、やっぱり本当に野球も好きなんでしょうし、うん、やっぱいろんな角度で、まあ、野球を見ることで、まあ、多分、まあ、指導者向いてたんでしょうね、単純に。そうね、うん、だからそういうの人たち、そういうのって本当に指導者として
って向いてると思ったし、うん、でそこにやっぱり自分なりに新しい知識を加えていかなくちゃいけないんだろうなっていう感覚があったんだろうね、うん、あ、沢村出てきましたね。沢村が出てきたね、うん、あ、彼は走ってきたね。よくあの車でね、はい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 、来る選手もいますよ ね、 すね、あのスポンサーさんが提供した車だと思いますが、はい、自分の知り合いはあれを運転してたって言ってましたね。おお、どうなん、どんな感じだろうねと。あの、うん、まあ外車なので、うん、めちゃくちゃ運転するの緊張したって言ってましたね。確かにね、外車って日本向きに、あの、まあ、左ハンドル、右ハンドルやってんだけど、はい、ウインカーの位置が逆なんだよね、実は。そうですね、うん、だから間違えるとうっかりウインカーが動いちゃうってことがね、あるんですね、はい、そうですね。で逆にあの外車にずっと乗ってると日本車運転するとき、あれこっちだってだっけってドキドキするときがあります。そうですね、沖縄行ったときにベンツ運転しましたもんね、はい、レンタカーがなくて。そうなんですね。そういう時にあのやばどうしようどうしようどうしようってねあるんですよ。さてですね、クライマックスシリーズは9回まで全部ゼロと、うん、いやこれはなかなかしびれる勝負になってましたね。そうですね、ヒット数は4安打3安打でフォアボールが3つと6つと、はい、なかなかこれ監督 の、まあのね、藤本監督もそうだけど、はい、吉井監督もそう、なんか、まあ、しびれるというより胃が痛くなる、うん、っていうのが本音なんだろうな。そうですね、まあ、うん、本当に神経使うなと思いますよね、うん、本当に采配一個一個でやっぱり展開が変わってくると思うんで、ここで沢村を出すっていうところも勇気いると思いますし。そうね、まあ、先頭うまく切れるかどうか、まあまあランナー2人ぐらいまでは通常運行だと思うのでまあでも見てる側からしたら嫌ですよね、うん、54番、ジョニーの番号ですね。 そう、でそのジョニー、黒木智弘コーチは、コーチとして、そうですね、あのロッテのベンチに入っております。はい、で先ほどからあの守備に入っている野村選手がホークスは先頭と、はい、初球はどう入るか。そう、さあ、おお、142キロかね、変化球ですね、うん、でも意外にこういう時にこの野村選手が打つってこともあるからね。パンチ力ある選手ですからね、うんうん、まあ、意外って言っちゃ失礼かもしれないけど、うん、ポッと出てきてボンと打って、野村選手確か足も速かったですよね、うん、でそれを考えたらどうなるか分からないよね、うん、本当いずれにしても気をつけて投げないといけないところでありますね。そうよね。でまあまあここでまずここを最新の注意で抑えるのが、まあ、沢村佐藤俊也バッテリーの仕事だろうね、うん、そうですね、まあ、でもバッターからするとやっぱりそのコントロールが抜群にいいっていうピッチャーじゃないので、うん、やっぱ荒れてるから打ちにくいですよね。で次何が来るかわからない、はい、コントロールのいいピッチャーとか、あとはこれに特徴があるとか言ったら、あ、次これ来そうだなってなんとなく読んでるっていうのは感じるところであるけどね、うん、まあ、ある程度絞りやすいかなと思うんですけど、うん、荒れてるピッチャーほどやっぱり嫌ですね。そうね、うん、なかなか難しいなちょっとすみません、間が空いちゃうようで申し訳ないやつ、見てくださる方でもね、こうやってなんか独特の間は感じで長さを感じない、まあテンポは比較的ゆっくりな、あー、難しいですね、三振か、うん、なんかテンポがいいピッチャーっていうあんまり印象がないので、うん、こういう本当に打者からしたら嫌な間ですよ ね、 そうだね、自分の間合いでやっぱ打席に立てない感じがあると思いますし、うん、なんだろう、ただ長くても
な仮に時間が長くても、はい、その長さを感じない投手、例えば今出てる沢村投手なんかそれは感じる、今出てる沢村投手はそれを感じるけどね、あ自分自身が、まあ、見てる方専門でやってるからっていうのはあるんだろうと思うけど、自分から、まあ、結構やっぱり、まあ、マイペースにこうやってマウンドに向かってる感じがあると思うんで、うん、自分からすると結構長い、間合いが長い印象はありますかね、うん、趣味守ってる方から辛いと、まあ、これぐらいであればまだ全然興味ないんですけど、うん、ただやっぱりボールってやっぱストライク先行できないピッチャーは、うん、まあ、守ってる方からするとやっぱりリズム的に辛い嫌なところはありますかね、うん、でそこでなんか崩してエラーしてしまうとかいうケースは、うん、もうあ少なからずあるかなと思いますね、うん、自分が投げてる時はもうあんまりキャッチャーのサインに首振ることもなかったんで、うん、もうバンバンテンポよく相手のペースにしないようにピッチングはしてましたけど、まあ、プロってなるとねやっぱり単純にまあ、まっすぐもそうですけど他の球種で、まあ、優れた武器があるんで、うん、まあ、本当に間合いが長くても、まあ、抑えられちゃうのかなと思いますし、あとなんかこれ見てると沢村そんなに首振ってるっていうことはないね、うん、まあ、うん、まだそんなに球種を選ぶ場面でもないと思うんで、うん、結構首振る選手は首振るじゃないですか、はい、あとはもうその人のコンディションによると思います、まっすぐがちょっと抜け気味とか、うん、お出たね、でこれでツーベースかな、うん、ひょうひょうとしてる感じだけど、うん、心の中がスポーツだろうね、そうですね、まあ、うん、やっぱりワンアウトの後でまあ、シングルじゃなくてツーベースでランナー得点圏に置けたっていうのはすごく大きいですよね、そうだね、うん、次の1点大きくね左右代打出るか変えますね、うん、下位で代打出すか上林、うん、そうですね、1本出るかどうかですね、うん、さっき2球目とかに、うん、多分首振ってフォーク投げてたので多分、まあ、おそらくもしかしたらまっすぐいまいち自分の中でしっくりきてなくてそれを通打された、首振ってフォーク投げたのかなっていう感じもありますし、うん、うん、あ、ここダイソー仕掛けるね、柳町でも十分走れそうな印象はあるんですけどね、抜かりがないな、うん、上林がダイソーで笑顔で帰ってきたな、うん、緊張感こもりだ、その、うん、そのまま行くのかな、あ違うな、でも出てる上林がダイソーできて でこれで誰が出てくるんだ、代打は出したね、全然知らない選手ですね、うん、いくみ、力ありそうなバッターですね、そうだね、うん、代打で出てきて初球から触れるっていいですね、甲斐郁美選手だそうです、あ、なるほど、うん、
回で名字がそう被ってるからそう。なるほど。ちらっと見たら今年のルーキーです。あ、へえ。ドラフト3位の選手です。うーん、大事な場面で代打で出てこれるバッターですね。そう、これはすごいよね。うん、こんないい場面で使ってくれてるっていうのは。そうですね、しびれますね。うん、お、佐々木朗希がいますね。まあ、今日はまあ登板機会ないだろうし、はい、次出てくる人はまあ仮にソフトバン、ホークス、あのホークスね、オリックスのセカンドシリーズだろうなって気がする。はい、そうですね、うん、セカンドステージは6戦ありますからね。 そこではまた50球出るのか、50球で終わっちゃうのかな、それとももう少し伸ばすかな。お、どうだ、ファールね。追い込みましたね、これで。うん、そんなに情報も多くないでしょうから、うん、どう攻めるのか。そう、これはどうなるかな、10回で。うん、まあ的には次9番からですもんね、うんうん、中村翔から。まあそこからトップに回ってくるんで、まあ、1点だったらなんとか返せなくないのかなと思いますけど、まあ、できればね、流れ的には1点ももちろんやりたくないところでしょうし、うん、多分オスナは降りるだろうしね。まあ、おそらく1イニングじゃないかなと思うんですよね。うん、ただ、まあ、こういうシリーズもだから連投もあるだろうけど、まあ、もちろん契約の問題があるからどうなってるかわからないし。そうですね、うん、やっぱり結構こうやって後ろ通常1イニングしか投げてないピッチャーが、うん、2イニングってところで崩れるケースもね、やっぱり結構見ますからね。そうね、あるよね、そういうの。 あとは後ろ誰が行くかですね。うん、もう祈るような気持ちで見てるそうですね、ファンからしたら ね、 そうね、これ重要ですからね。沢村がどう抑えるか。そうで、イクミの方はどう打つか。そうですね、うん、おー、大きい、大きいね。ツーアウト、うん、でもこれでイクミ選手はこれ三振だったけど、うん、来年以降がこれちょっと楽しみな選手になってくんじゃない。でもまあちょっとこの場面で今の打席からするとやっぱちょっと迷ってる感じのスイングだったので、うん、やっぱりちょっと気持ちの部分ではそうね、あんまりその余裕を持って打席には立ててなかったんじゃないかなって感じありますね、スイング見てる限りだと。多分事前にある程度はバッテリーコーチとかから次行くぞとかいう声とか、もちろんまあ代打として準備はしてたと思いますけどね。はい、やっぱルーキーでさらにプレッシャーのかかる場面なので、やっぱりいろんな部分の緊張感があったかなとは思うんですけど。いやいやいや、さてここで周東選手ですね。そう、まあ、このシリーズはまだヒット1本もないんですね。だからヒット1本持ってない選手って、はい、ある意味安牌だと思うのはすごい危険だと思ってて、まあ、そうですね、どこで1本出るか分かんないですし、うん、そうそうそう、あとはこの選手に限って言えば本当にショートちょっと深いゴロは確実に内野安打になりますし、うん、内野ゴロとかでも、ね、1個握り返しちゃえば2歩3歩って進んじゃうので、はい、まあ、やっぱりプレッシャーはかかりますよね。うん、さあどうなるかな。うん、ストライクから、うん、151キロか。なんか普通に151キロかって言ってるけど、うん、めちゃめちゃすごい球なんだよね実際。いや早いっすよ、うん、150は早いです。
うん、確かにあの佐々木朗希の160キロ台とか、うん、オリックス の、 あの中津リリーバーたちのスピードとか見ちゃってる、普通に見てるからさ、ね、はい、あーって感じになっちゃうんだけど、昔に比べればやっぱり平均球速上がってますからね、めちゃめちゃすごいんだよね、うん、お、抜けた、帰ってくる、セーフ、わー1点、こういうところでやっぱ出ちゃうんだな、これは大きい1点だ、そりゃガッツポーズも出るわ。でなおかつ今まで全然打ててなくて、うん、多分周東自身もめちゃめちゃ悩んでたんじゃないかと思うんだよね、まあ、結構ねそのシーズン後半から、うん、いくと、まあ、一応リクエスト、うん、リクエストは出すね。でもまあこのヒットは大きいよ。まあ今のは確実にセーフだろうな。うん。帰ってきて、うん、ああもうセーフだな。タイミング的にはね、うん、ギリギリでしたけど送球がちょっとそれたんで、そうね、うん、その分って感じでしたね。こういうところだな、ソフトバンクの、うん、強いところはこういうところだね、うん、まあロッテにはこの裏もあるわけでございまして、そうですね、ここで気持ち切らしちゃダメなんだよね。あ、あー抜けるね、あー大きい、2点目いくわ、帰ってきた、スリーベースか、うん、いやー大きいなこの1点、うん、2対0、ここで交代かな、あそうですね、シュート決めたねって川瀬もいい、すごいねって言ってる、うん、全くその通りだと思います、はい、コメントありがとうございますいやさてね、なんかあっという間ね、今はね、もうあと3分なんですね、3分なんです時間を延長してというのがなかなかできないところなんですけど、はい、する？大丈夫？じゃあ少し延長しましょう。はい。ということで多分10回の裏ぐらいまではやりたいと思います。はい。すいません、よろしくお願いします。で沢村が降りると。うん。で降りて誰使うかなここで。で一方のソフトバンクベンチはもうこれはもうねお祭り騒ぎだね、まあ2点入っちゃうとねやっぱりなかなか苦しいですからね、うん、やっぱ1人ランナー出したところがソフトバンク的には嫌なところでしたね。そうね、真ん中ちょっと高めですからね、うん、真ん中ちょっとやや外か、いやいやこれは大きいわ、やっぱ自力はありますね、うん、本当に、まあ、まあ2点なので、はい、うん、千葉ロッテ側もぜひね反撃に期待したいところなんですけど、うん、まあ、ランナー2人出さなきゃいけないですからね、そう、オスナを変えるのかこのまま行くのかってとこだと思うんですけど、そうソフトバンク側10回の裏を誰に使うかでガラッと変わってくるし、そうですね、うん、はい、でまあもちろんロッテもこれをこのままってわけでいかないだろうから、うん、坂本ですかね、うん、こうやってね坂本はトレード、まあ何か期待トレードだっけ、そうですね、うん、はい、できた選手ですよねヤクルトで、うん、から今年よく投げてますからね、そうそう、こういう形でまあね変えることによってあの活躍する選手ってかなりいるんだよね実際のところ、うん、そうですね、やっぱりなかなかいい選手でも、うん、まあ、やっぱりレギュラー安定してると出番がなかったりもしますし、そう、あとは多分本当にコーチとかの相性によって結構変わったりもするので、うん、まあ、そこら辺トレードして活躍する選手すごくいいですよね、環境として、うん、ずっとくすぶってて戦力外で切られるよりは、そうそうそう、また球団に出てっていうところは、うんうん、
まあ、それが本当になんかプロ野球のまあ在り方、まあ、契約の在り方だと思うんで、まあ、メジャーリーグはもっとね盛んに行われますし、もうそこはドラスティックだよね。うん、さて、まあ試合の方はここで嫌なバッター待ってますね。ギータか、これはね、まあ、対左っていうところなので、うん、まあ、ここはなんとかね、もうここで2点までで、さすが、さすがだね、3点目、綺麗な打ち方じゃないんだけどな、そうね、柳田っぽいっすよね、うん、初球か、さっと狙い打ち、左ピッチャーから、うん、スーッと中に入ってきて、崩してはいるんですけどね、うん、やっぱりうまく残るんですよね、この選手。それ、やっぱり研究はしてるんだろうね。うん、まあ、初球の入り方とか、まあ、もちろんデータもあると思いますし、うん、まあ、流れもあるんでね、うん、まあ、初球から多分、まあ、強気に打ちに行ける状況だったかなと思いますし、ね、でまた近藤健介選手か、うん、まあ考えると1番から4番までずっと左なんですね。あ、そうだね、それを考えたらでも左ピッチャー出しても打たれちゃうってなると嫌ですよね、うん、ベンチからしたらやりにくいっすね。なんか今坂本越しの表示が映ったけど、うん、どうすればいいんだろうって顔してたよね。まあそうですね、うん、まあいいバッター揃ってますからね、まあ、簡単に抑えられる状況じゃないと思うので、うん、おわ、いいボール、うん、でもボールか、まあボール球でもね、いいボールはいいボールだからね。そうですね、いやー、この3点目はさらに重いな、うん、これでサードゴロで OK、うん、ファーストへ投げてアウトと、はい、ちょっと長い10回の表でした。そうですね、うん、うん、で我々も時間を延長してお届けさせていただいております、はい、10回の裏まではお届けします、はい、はい。2アウトまではね、良かったんですけど、そう、まあ、そっからな、うん、1点入った後、初球初球できましたからね、うん、やっぱ勢いあるんだな、昨日勝ってるのも大きいでしょうね。そうだね、ロースコアの接戦をね、うまくものにしてたもんね。うん、それぞれ皆さん CBH へ散っていくわけでございますが、はい、あとはピッチャーが誰が上がるかってとこですかね、うん、こうやって打線につながっちゃうんだな、ソフトバンクはすごいよね。うん、いや、よく打ったね、かけたかなと思ったら、うん、うん、1本出てほっとしたでしょうね。そうね、初球、まあ、ちょっとランナー2塁ってところもあって、バッターが川瀬選手になると多少浅めに、うん、あ、ピッチャー変わりますね。変わったね、うん、つもり、うん、まあでも3点あれば余裕持って投げられますからね。そうね、うん、まして積もる場合今1試合出てるって書いてあったね。そうですね、うん、うん、でそうなると
違うよね。そうやって投げてる時から多分よく先ほど緊張感って話が出たけど、はい、それが多少ないともはずないだろうし、少ないだろうし、そうですね、一回登板してるしてないは多少違うと思いますし、うん、ましてや、まあ、1点リードって場面だとやっぱりね気が抜けないので、やっぱ緊張感よりあると思うんですけど、まあ、3点あれば、まあ、変な話本当でも単純な話ですけど2点までは OK ってなれば、うん、その間に、ね、3つアウト取るって考えればだいぶ余裕のある、あ、ここで代打ですね、代打角中か、はい、角中独立リーグ出身でございます、はい、まあ、高知ファイティングドッグスの出身ですけど、はい、角中選手ってある意味ずっと活躍し続けてる選手の、そうですね、独立リーグ出身者では一番長い、うん、じゃないですかね、はい、ね、うん、又吉投手はもっと後にその後に入って、後ですからね、後で入ってきてるから、はい、ある意味独立リーグから入ってくる選手の見本みたいな感じかな、じゃないですかね、うん、はい、まあ、でもこう先頭で角中選手を出さなきゃいけないというところもなかなか、うん、まあ、ランナーいるところで本当は使いたかったと思うんですけどね、そうね、うん、ここでやっぱりもう少しランナー出したところで角中で一発ドカンというのが、うん、ロッテの理想ではあったんだろうけど、そうですね、ランナー溜めた場面が良かったかなとは思うんですけど、うん、まあ、やっぱり先頭が中村選手で、うん、まあ、右バッターというところでここで左、まあ、右ピッチャーが津森が出てきて、うん、はい、津森投手が出てきてってとこだよね、はい、ボール力ありますね、うん、さあどうなるかな、ストライク、うん、空振りだ、まあ、なんとしても先頭が、ね、出たいところでは、そうね、何でもいいから塁に出ろって言葉があるけどさ、はい、ランナー3人、うん、最低でも出さなきゃいけないですからね、そう、うん、いやいや、まあ、つもりからしたらここを一人抑えるだけでガラッと違ってくるもんね、うん、だいぶ楽だと思いますよ、うん、まして角中クラスをこう抑えたってなるとやっぱり一つの山を越えるからね、うん、もちろんそうです、ね、次の荻野が悪いわけじゃなくて、はい、まあ、むしろいい選手だから気をつけなくちゃいけないことは確かなんだけど、うん、まあ、角中選手が打つと単純に盛り上がりますからね、うん、やっぱり流れをしっかり切るっていう意味ではここはしっかり抑えないといけない場面です ね、 うん、嫌なバッターっすね、そうね、やっぱり粘るね、うん、なんか独特な打ち方というか、うん、インコースのさばき方もそうですけど、まあ、ちょっとね、同じ左バッターから見てもちょっと予想外なバッティングをするので粘られると嫌じゃないかなって思いますね、ピッチャーからしたら。さあ次の球をどうやって投げるか、ボール、ボール、内角に投げてきたね、スリーツーですね、うん、まあね、もうフォアボールでも何でもいいんで、まあ、いやらしく粘って出たいところですね、そうね、ロッテからするとそうだよね、うん、つもりからするともうここで抑え、まあ、ソフトバンクからすると抑えたいと、はい、さあどうかな、粘る、うん、ファールと、あのバットの出方は嫌ですね、うん、あれって滑り止めの分って本当に滑らない、はい、ミッシャーそうですね、はい、やっぱあるないは違う、うん、木製だとどうしてもね金属みたいにこうやってグリップテープが巻いてあるわけじゃないので、うん、やっぱり滑りますよね、
うわー粘りますね。いやらしいな、うん、このバットを短く持つスタイル、荻野選手もそうですけど、やっぱ見てると昔自分が独立いた時の石川ミリオンスターズの金森さんの教えをすごく思い出しますね。じゃあかなりそういう影響を受けてるのかな。あ、抜けた、出た出た、これ大きい、さすが、いいバッターですね。金森選手の、はい、金森コーチの教えて受けた、はい、古市さんは。いや僕は受けてないです、でも、まあ、石川ミリオンスターズと対戦する際に、うん、よくバッティング練習とかも、まあ、試合前見るじゃないですか、はい、で、まあ、向こうの選手と交流ももちろんするんですけど、あの当時はみんなほぼ坊主みたいな感じでチームで統一されてて、うん、でバット短く持って、で体の近くで小さく構えて、体が大きい選手もですよ、うんうん、全員それでコンパクトに振るっていうのが石川、もう本当にあの荻野選手みたいな感じですね。あれの、まあ、極端に丸刈りっぽい感じで、そうですそうです、みんな確か坊主じゃなかったかな。石川やべえなって思いながら見てましたからねでもそれで、まあ、その当時強かったですからね、うん、やっぱりホームランバッターがっていう感じのイメージはないんですけど、やっぱ打線つながりますし、なんかいやらしいバッティングするなって、まあ、ピッチャーも良かったんですけどね、やっぱ強かった印象はありますね。多分そういうところも教育した、こういう球を投げるからこうやってみろとかいう話を、まあそんな感じであったんじゃないですかね。2ボール1ストライクという形になりましたね、はい、うん、まあこれはこれでどうつながるか。打った、おおお、面白い、面白いね、これは。おーおー、ボールセーフになったね。1、2塁、そう、でも私たちはあの音声は基本的に聞いてないんですけど、はい、画面だけで見てただけなんですけど、はい、多分これ千葉ロッテマリーンズのこのスタジアムの雰囲気がほぼロッテファンじゃないですか、はい、そうですね、めちゃくちゃ盛り上がってるだろうね。ロッテはすごい嫌だと思いますね、うん、で多分ソフトバンク側からしたら この場面でこういう感じの応援が来てて、はい、もう球場揺れてる感じはしてると思います。そうだよね。いやー、つながったつながった、うん、今藤岡、まあ、こう送るってことはないでしょうからね。ないね、うん、3点差だから、もう本当打ってつなげないといけない場面なんで、うん、緊張感ありますね、ここは。そうね、うん、また山バーがやってくるような感じになってきたね。そうですね、うん、おおおおお、入ったー、うわー、おうわ時間すごい、すごいな、これは。いや、まさかさ、鳥肌立った。本当だよすごい。や、これで角中が出てさ、あれでさちょっと流れ変わるかなと思ったら、はい、一気に来たね。そうですね。いやーいやー、これでまだノーアウトですからね。うん、はあ、いや大仕事。そうね、すごい、すげえな藤岡。すげえな、これ。これ一気に流れくるね。しびれますね、これは。継投か。
でもこれは投げる後のピッチャーも辛いよね。いやーなかなか難しいですね、うん、いや本当にえぐいよ。うん、3点あればと思ったら、うん、まさかこんな展開になるなんて予想もしなかったですね。あ、すいませんコメントありがとうございます。本当に藤岡雄大えぐっていや全くその通りでございますねよ。いやーすごい、いやーショックだなつもりは。うん、藤岡のもするこんな表情になりますよね、うん、まあ、つもりもちょっと辛いところではあるよね。ピッチャー作ってたのかな。いやー初球だもんな、うん、いやどうしようかみたいな話を思ってたら話そうかなと思ったら、うん、ドーンと来たもんね。いや本当にね、いやかっこいいな、すごい。いやしびれるなこれは本当に。ちょっとね、初球の入りだいぶ甘かったですからね。ちょっと安易に取りに行き過ぎちゃった感じありましたかね、うん、で、今3番か。あー、メンタル来てますねって話がコメントで来てるけど、うん、そうですね、やっぱりちょっとこういう打たれ方はちょっと引きずっちゃいますよね、うん、大津投手が出てくると、うん、こう考えると継投って難しいね。難しいですね、うん、まあ、3点差あって余裕かななんて思ってましたけど、こんな簡単に3点差追いついちゃうんですからね。そう、やっぱ分かんないですね、怖いよね。まあここまでか綺麗に打たれるとね、はい、メンタルも来るだろうし、はい、どう例えばベンチとしてもどうね怒るわけでもないし、そうですね、言えないよね。うん、ガチキの球で初球入ってきたね、ボールだったけど、まあ、初球まっすぐでパーンっていうのが嫌ですからね、うん、やっぱちょっと外し入らないといけないところであったかもしれないですね。でもこのバッターをソフトバンクは抑えことが上がりすぎた、上がりすぎだな、うん、これはお、あ、ここでポランコですね、4番、うん、いやリプレイ見ても完璧だもんな。そうね、マリンスタジアム大盛り上がりですね。ああ、嫌なバッターですね、うん、ブランコ調子いいですからね、うん、いいところでホームラン打ってますし、終盤畳みかけるようにホームラン打ってましたからね、うん、三三振今日。でも分からんよねこういうところでさ、うん、ボンとくるのがあるからね、うん、結構抜いた球でホームランみたいなのを今シーズン見ましたからね。
ボールだ。むしろソフトバンクはもうここは歩かしちゃってもいいと思ってるから、そんなことないはずだよ ね。結局ランナー一人出しちゃえば、うん、まだワンアウトですからね。そう、うん、もうそのランナー帰っちゃえばさよならなんで、基本的にはもうランナーはやっぱ出したくないですよね。さっきの3対0の場面とまた違うので、ストライク、投げミスも許されない状況ですね、うん、どこで攻めるか。そう、うん、うわー詰まった。これはさっきから内外野の連携あんな感じかな。うーん、どうなんですかね、まあ、なんかマリンスタジアムなんで風の状況次第だと思うんですけど、なんかさっきから内野手と外野手が交錯しそうになる場面が多い。単純に川瀬選手の守備範囲が広いからやっぱある程度追いついちゃうんでしょうね。ああ、そういうことか。うん、いや普通だったらあそこセンターフライに任せちゃうところなので、うん、あそこまで追っていけちゃう、まあ高く上がってる分っていうのもあるんですけど、うん、でもあえて内野手があそこまで追いついてくれるのはありがたいっちゃありがたいよね。そうですね、うん、まあ、ナイターだけじゃないですけどやっぱりその時の状況によってボール見失ってしまうケースもあるんで、うん、そうだね、やっぱ見えてる選手がそこまで追っていかなきゃいけないだろうっていうのはありますね。でも声をかけたりとか、まあ声かけたら分かんないんか、あの盛り上がってるから聞こえないと思いますそれがあるね。はい、本当近くなってこないと聞こえないんじゃないですかね、うん、おー、ランナー一人出た。さあ安田選手が出てきましたね。うん、ここで一仕事できるか。うん、さあここがちょっと一つのポイントになるかな。今日途中からの出場なんですね、うん、2打席しか回ってきてないんで。そうですね、うん、でもここで打ちたいよね。もちろん、もちろんそうだけど、うん、特にその気持ちが強いよね。そうですね、やっぱりシーズン4番任されてたバッターでもあるんで、うん、まあ、今ポランコ選手変わってますけど、まあ、ずっと長年期待されてる選手なので、まあ、こういうところでやっぱり結果が出せる出せない で球団からの評価変わってくると思いますし。そうだね、うん、ここでがっつり打っておけば違ってくるよね、うん、牽制早いな。出せるとさっきの球速より速い方だけあとはもう無理する場面じゃないですからね、うん、ここはランナーもここで牽制士とか一番やっちゃいけないんで、うん、うん、初球の入りがどうか。できればランナー二塁に置きたいところでありますけど、まあこれツーアウトだからね。まあ走って動いて勝負するかどうか、うん、まあすごい悩みどこだと思いますね。まあ動くにしてはやっぱりちょっと早いカウントじゃないと難しいと思うんで。そう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 。うん、まずはランナーを貯めて、うん、
いとこだけど、でも勢いに乗りたいな。うん、外した。慎重になりますね、ここは。しびれるゲームだな。そうね、うん、ここはストライク取りたいところですけど、まあ甘いところで取れないんで、どうしてもね厳しいコース。そう、うん、バッター有利なカウントですからね、うん、悩みどこだな。これはなかなか厳しいとこであるね。うん、そうですね。まだこのカウントまでだったらランナー動かそうと思えば動かせますけど、うん、あ、岡選手も足遅いわけじゃないんでね。そうだね、うん、あのリードの感じだと動かないかな。ファールと、うん、まあ、高さ的にはちょっと甘く見えるところですからね。そうね、うん、勝負かな。そうね、ここで勝負。ランナー動かす、うん、バッターに任せていくか。打った。お、お、これは抜けてはいかない。ない、ないけど、でもこれで1、3でいい。あ、回した。セーフ。まさかのさよなら勝利と。リクエストですね。うん。でも、もう大喜びですじゃないな、これ吉井監督もただリクエスト中だよね、うん、まあ、微妙なところではよく回したな。うん、あれ絶対三塁止めるかなと思ったね、うん、抜けきってなかったですからね。まああの1だからな、審判もよく見えてただろう。さあどう転ぶか。そう、いや、いいバッティングしたな。うん、真ん中だ。そう、まあ、2アウトだから当然走ることは走るし、深くまで飛んだけど先ついてる。あ、先だな。そう、入ってるな。そう、これは先ついてるな。うん、追い立ちになっちゃったからな。いやー、これは、ベース入ってますもんね。でもこうやってさ、リプレイ検証でさ、画面にさ出るじゃん。はい、はい、このたびたび出てくるとボルテージがさらに上がるよね。そうですね。いや、もうタイミング的にはな、うん、いいボールが返ってきてれば。あ、セーフだ。これで千葉ロッテマリーンズはセーフで。いやー、2位。すごい。はい、おめでとうございます。いや、すごい勝ち方した。いや、まさかあの 3-0 の時点だとさ、あのソフトバンクが 3-0 の時点でさ、はい、
これ厳しいよなと思ったらさ、うん、まさかのスリーランにあの劇的なヒット、サヨナラヒットと。そうですね、素晴らしい。いや、つもりショックだなこれ、うん、本当ね、ちょっとこれは心配になるぐらいショックだよ、ね、まあ本当ホームのね、リーが働いたところはありますかね。そうね、うん、はい、今回はですねなんとファースト、パリーグクライマックスシリーズファーストステージ第3戦の副音声中継的なことを、はい、やってしまいました。はい、そうですね、馬堀娘さん本当にいろいろコメントありがとうございます大堀、おつ投手泣いてますねって。あ、そうね、そうですね、気持ちわかるし、まあもうしょうがないですね、うん、そこはもう、まあ、やっぱりスリーラン打たれたところで、そう、ね、流れ的なところもありましたから、うん、難しい登板だったと思いますし、まあもう単純にね、ああいう緊張した場面で打った選手を褒めるしかないと思うんで、うん、うん、いやこれでなんか勢いよくセカンドステージに乗ったらね、いけるんじゃないですかね、うん、で次はオリックスということになりますね。はい、はい、それではですね、そろそろ時間どころかとんでもなく時間が強化してしまって、はい、ディレクターさんに残業させてしまって申し訳ございませんでは今回はですね、まあ、クライマックスシリーズのちょっと副音声的な中継を試してみました。はい、今回ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、次回はですね、11月20日午後9時から50分間お届けする予定でございます。はい、次回はですね、ある方をお呼びしております。はい、古井さんもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではですね、今回はご視聴いただきましてありがとうございます。それではさようなら、ありがとうございます。